首都高速1号上野線は、東京都中央区の江戸橋ジャンクションで、都心環状線と分岐し、台東区の入リアで入り口へ至る、首都高速道路の路線である。1号上野線は、江戸橋ジャンクションで、都心環状線の京橋ジャンクション方面と連絡しているのみであり、都心環状線の五福橋で入り口方面、6号、向島線方面とは連絡していない。 一号上野線と連絡するルートが限られていて、中央環状線と接続していないため、交通量は少なく、ほとんど渋滞しない。全線にわたり土曜夜22時から、日曜朝7時まで、大型貨物自動車の通行は禁止されている。これは、全線が、週末の大型貨物上入り規制の基準である間7通りより、内側にあり、かつ、終点の入り屋で入り口も、 帰省区域内のため、都道府と高速1号線は、東京都台東区北、上野起点、大田区羽田朝日町を終点とする 21.9km の路線であるが、このうち江戸橋ジャンクションと浜崎橋ジャンクションの間は、首都高速と新環状線の路線故障があり、江戸橋 j c t 以北が、首都高速1号上野線、浜崎橋 j c t 以南は、 首都高速1号羽田線と呼ばれている。1962年12月20日に、日本初の都市高速道路として開通した、京橋出入り口芝浦出入り口に引き続き、1963年12月21日に、機械通区間に接続して本町出入り口から江戸橋、JCT を経て、都心環状線の京橋出入り口まで、及び、羽田線の芝浦出入り口と、 鈴ヶ森で入り口の間が開通した。本町以北は1965年9月に着工され、1969年5月31日に開通した。首都高速1号上野線は、全区間昭和通りの上部を高架構造で建設され、往復各2車線。本町で入り口では、地下駐車場と一体構造で建設された。神田川の泉橋付近以北は地下に、 日比谷線が並行する。地下鉄の区体を地中張りでまたぐ特殊構造となっており、一部の地中張りは日比谷線建設時に同時施行された。総武本線との交差部では首都高速が鉄道の下をくぐる。上野駅付近では権利関係の複雑な土地の買収を要した。日比谷線上野駅上部では区体幅が大きく、 土かぶりも浅かったため地中張りを設けることができず、地震時の荷重を各橋脚に分散するためのオイルダンパーを支障に設置した。高速1号上野線は入谷で入り口まで開通しているが、北へ延伸し、中央環状線に接続する高速1号線の計画もある。道路線の足立区、元木付近には高速1号線と接続するジャンクションを 建設するための準備施設が用意されている。しかし現在まで都市計画決定等はされておらず、具体的なルートや整備時期などの詳細は未定である。1992年12月、首都高速道路公団は1号線、延伸計画案を公表した。公共用地以外の場所は高さ20メートル程度の高架で高速道路を、その下にマンションを建設し、 その土地の居住者には10日交換でマンションに入居してもらうという提案で1995年頃の都市計画決定を目指していた24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。